どうもこんにちは。今日はですね、久しぶりにキャンプ行ってみようかなと思ってます。で、行くのはいいんですけど、テントがまだありません。で、テントがないので、今日はですね、車中泊、焚き火をして料理を作ってお酒を飲んで、寝るのは車の中で寝ようかなと思ってます。車もですね、ワンボックスとかじゃなくて、軽自動車です。今運転してるのはラパンなんですが、ラパンの中で、一泊したいなと思ってます。あのラパンってですね、車中泊とかできなさそうなんですけど、意外とですね、もうフラットにしてしまえば大人一人だったら全然寝られるような大きさですね。大人一人と子供一人ぐらいだったら